はい、どうも、カデンでございます。今回はですね、最近僕が面白いと思った新連載の作品をいくつかね、今回紹介したいかなと思います。新連載ということなんでね、まあどれもコミック化してないですけど、本当にね、直近というかね、ここ1ヶ月ぐらいの間に出た新連載の作品、これめちゃくちゃ面白かったなと思うやつをですね、まあいかんせん名前とかあらすじもちょっとしか出てないですけど、その範囲内でね、今回は紹介しようと思うんですけども、僕自身がまあ毎週というかね、買ってる漫画雑誌の中からというかね、まあ全部ってわけじゃないですけど、その中プラス、まあ買ってはないけど、ちょっとね、立ち読みとかもしてるんで、その中でもいくつかね、何作品かが今回はね、まとめて紹介したいかなと思います。まず一作品目がですね、ヤンマガで連載スタートしました僕はどこからでございます。ざっとね、あらすじの方を説明しますとね、主人公がね、まあちょっと小説家を目指してるんですけど、まあいかんせんね、売れないというか全然パッとしない、デビューはもはや不可能じゃないかっていう状況からスタートするんですけど、主人公がめちゃくちゃ特徴的な部分があって、それがね、他人に置き換えて考えれる能力っていうのがあるんですよ。そういうのが、まあ、いわゆるコピーみたいな感じではあるんですけど、他人の心理がその文字を書いたことによって、その文章を読みながら自分で書き写すことによって、その人のね、思ってることというか何を考えてるのかっていうのはなんて分かるという特殊能力をね、持ってるんですよね。親友とですね、再会しまして、その親友というのがヤクザなんですよね。そのヤクザの親友から、その親友だからって言って、ね、主人公の能力を分かりきってる親友が依頼してくるんですよね、その主人公に対してね。その依頼に対して主人公の、もちろんその主人公の特殊能力を分かった上で依頼してくるんで、そいつの能力を活かせるような、依頼をしてくるということでね、そっからね、まだ2話しか入ってないですけども、どんどんね、展開が繰り広げられるということで、その特殊能力っていうのがね、どういう風に活かされるのかっていうのがめちゃくちゃ楽しみでね、やばい仕事に巻き込まれたら命も狙われるじゃないですか、ヤクザだけにね。そういった部分で、まあ一貫性ヤクザと全く縁のなかった主人公がそういう特殊能力を生かすとはいえね、その、ごたごたに巻き込まれたらどうなるのか、親友助けてくれるのかとか、まあ、そこら辺もちょっといろいろ想像したくなるような話なんですよね。続きましては2月の勝者でございます。こちらね、スピーツで、去年末ぐらいですかね、確か新連載始まったんですけど、塾講師の話で、もう舞台が塾ですね。塾の上では主人公がね、まあめちゃくちゃ敏腕っていうところもあるんですけど、中身はもうやっぱいかんせん返事って部分があって、この人がしっかりしてるっていう感じではあるんやけど、やっぱりそのね、教え方とかというのが独特というかね、変な目線で見てるというか、常人には分かり知れないような、感性を持ってる主人公なんですよね。やっぱり、ね、根拠的な部分としても、ああなるほどなと思わされる部分もあるし、もうね、いい話やというふうにちょっとね、感情移入させられる部分とかもあるんで、塾とはいえね、結構いろんな面で見れるなっていうところが、僕自身も面白いなというふうに思ったんでね。同僚とかもね、いろいろそいつに巻き込まれて、まあ、あたふたするとかっていうところもやっぱ結構面白くなってくるかなというふうに、僕自身も想像したくなるんでね。二つ目が、2月の勝者というスピリッツで連載してる漫画なんですけども、皆さんにもぜひともね、確認していただきたいと思います。そして3作品目がですね、泥系でございます。こちらね、ヤンジャンでね、連載がスタートしたんですけども、今年にね、どんな作品かと言います。まあざっと言うとね、刑事系のね、作品ではあるんですけど、何が違うかというと、刑事と泥棒がね、タッグを組むんですよね。もうざっと言うとね、だから泥系っていう、ま、タイトルになってるんですけど、刑事と泥棒がタッグを組んで新たな犯人というか、その、ね、事件に出てきた、まあ、結構窃盗事件とかね、そういった泥棒のよくある事件が多いんで、そういった事件を泥棒のタッグを組んで、解決していくっていう話になってるんですよね。やっぱね、泥棒がめちゃくちゃ目立ってはいるけども、その中でもそいつの、まあなんかね、どうなっていくのか、そいつ自身もよくわからないし、ミステリアスな部分もあるし、今後出てくる事件を二人でというかね、まあほぼほぼね、刑事が頑張るのであるんですけど、刑事のまあ成長っていうところももちろん見れると思うし、その泥棒の実態、そいつどうなんなんなんやっていうところもね、ちょっと気になっていく段階かなと僕自身も感じたんでね、インパクトもあるかなというふうに思うんでね、まあ刑事ものとはいえ、結構そういった作品もね、珍しいんじゃないかと僕自身も感じたんでね、3作品目はですね、ヤンジャンで新連載がスタートしました。
ドロー系でございます。そして最後なんですけど、ちょっとね2作品同時にちょっと紹介したいんですけど、でなんでかと言いますと、この2作品がそもそも元から連載をスタートしてて、新たに今回今年ね、ほぼ今年なんですけど、今年に、新たにねリニューアルというかね、新たなシーズンとして始まった作品なんですけども、ドラゴン桜2と金田一37歳の事件簿2作品ですね。まあそれぞれね、ドラゴン桜はモーニング、そして金田一37歳の事件簿はイブニングで連載がスタートしたということでね、まあもう作品自体は僕自身はドラゴン桜読んだことないんですけど、まあ三田先生の作品はね、砂の栄冠とかアルキメデスの対戦とか読んでたんでね、まあその作者の方はもちろん知ってるんですけど、金田一の方はねマガジンでずっと読んでてね、マガジンで終わってしまったんで、そっからまあ大人版というところでイブニングに連載がスタートしたということでね、僕もめちゃくちゃ待ちわびたところはあったんですけど、意外性の部分も結構あったんですけど、その中でもやっぱりね、元々の金田一ってこういうところがあったから、それがずっと受け継がれてるっていうところがやっぱりファンとしてもめちゃくちゃ喜ばしいことなんやと思うし、ちょっとだけストーリーのところ言うとね、因縁めいたところとかもあったのが、それがめちゃくちゃ面白かったんですよね。まあ1話もねすんなりいくんかなと思ったんですけど、いや、やっぱり金田一かなっていうところの因縁的な部分がね、めちゃくちゃ僕自身は面白かったと思うんですよね。ドラゴン桜はもう初見ではあったんですけど、それでもね内容はめちゃくちゃ分かりやすいかなと思ったし、やっぱ三田先生の知識っていうところがすごく活かされてるんじゃないかなっていうのが、やっぱドラゴン桜は三田先生の代表作みたいなもんだと思うんですけど、まあ名前だけでも僕は知ってたんでね、2にあったと同時に1からどうやって変わったのかっていうのも2でも結構分かるんですよね。まあなんとなく、あ、こんなことあったんやっていうところも、その2の1話読んだだけでも僕自身も分かったんでね、どっちも結局はまあ続編みたいな形にはなったんですけども、それぞれがそれぞれやっぱりね面白かったなというふうに思ったんでね、名前は結構ねどっちも売れてると思うんでね、続編を期待した方にとってはめちゃくちゃ嬉しいことだと思うんでね、まあまたモーニングとイブニングでそれぞれ1話ずつ出たばっかりなんでね、そちらの方もぜひとも皆さんに確認していただきたいかなと思います。ということで今回はですね、僕が最近面白いと思った新連載の作品をね、いくつか紹介させていただきました。今後もね一応ね、なんかどんだっかかのスパンになるかはわかんないですけども、やっぱ結構ね、何作品か集まったぐらいにね、まあ3つぐらいですかね、最低3作品ぐらい、あ、これ面白いなと思ったのを、まあ僕が毎週買ってる漫画雑誌5冊以外のところでもね、ぜひとも皆さんに今後紹介したいとも思いますし、まあぜひとも皆さんの方でもね、それぞれの漫画雑誌で、まあ今特にね僕が、紹介した3作品あるいはね、あとの2作品も、すべて5作品ね、それぞれの漫画雑誌で皆様に、読んでいただきたいかなというふうに思いますし、僕の方でももちろんね注目していきたいと思いますし、皆さんの方でもねそれぞれの漫画雑誌で、どんどんねいろんな作品を探してみてはいかがでしょうか。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それではBye!